マカオ料理は中華人民共和国マカオ特有の郷土料理の一種。主に、関東料理、福建料理などカナンの中華料理と、元宗主国のポルトガル料理との融合によって成り立った多国籍料理であるが、他にも、日本、マレーシア、インドなどのアジア各地の料理や、アフリカを含むポルトガル本国以外の、ポルトガル語圏からも大きな影響を受けている。 伝統的なマカエンセの食卓マカオの料理はかつての宗主国であるポルトガルの料理と地理的に近い関東省の関東料理が大きな割合を占めている。このうちポルトガル系の料理の食材と調味料はヨーロッパと中国のみならずマカオに伝えられる経路にあったアフリカ、インドのゴア、マレーシアのマラッカなどの料理の影響も受けており 独特の多国籍料理であるマカオ料理となった。マカオ料理は、調理方法としては炒める、焼きグリル、焙煎、調味料、香辛料としては、オイスターソース、コンシナモン、カレー粉、ココナッツ、ミルク等の多様な種類で味付けがなされている、特徴がある。香辛料をふんだんに使用した料理がある一方、蒸し物など、素材の味を生かした料理も存在する。 マカオの人口の大部分を占める中国系の家庭では、ポルトガル料理を食べることは稀であり、主に、広東料理が食べられている。しかし、マカオの広東料理は、ココナッツミルク、レモン、バリシャン、シュリンプペースト、黒胡椒など、東南アジアから伝えられた、調味料を使用する独特の風味を持つものがあり、広東省の公衆料理や純徳料理などとの違いがある。 一方、マカエンセ、マカエンサ、ハブホジンと呼ばれる、マカオ生まれのポルトガル系住民及び、ポルトガル系と中国系の根血の住民は、家庭で、ポルトガル系の料理を食べている。また、レストランでは、ポルトガル料理が供され、ポートワインやポルトガル産のチーズも置かれている。しかし、レストランのポルトガル料理の多くは、マカオ風にアレンジされており、 ポルトガル本国とは異なったものになっている。マカオ料理の中でも豊富な魚介類を使用した料理の評価は高く、マカオで採れた鮮魚や魚介類の加工品は香港に出荷されている。加工品の中で有名なものとして、オキアミを加工したシャージャンが挙げられる。シャージャンはチャーハンや肉料理の下味として、あるいは食べる直前に料理にかけて使用され、 マカオのシャージャンの品質は高く評価されている。ミンチアフリカンチキンガリーニャポルトゥゲーザパトでカビデラ。マカオ風、エッグタルトポークチョップバーガーアーモンドビスケット。ありがとうございます。